皆さんこんにちは。初代ライズオープンフィンガーグローブマッチの 65kg 級王者が様々なメディアで大のイケメン格闘家嫌いであることを公言しているキックボクサーのヤーマンさん。今回はヤーマンさんの経歴やプライベートに関する歴史の意図をたどっていきましょう。格闘家ネームヤーマン、本名杉山蓮、生年月日1996年5月31日、出身地埼玉県富士見市、身長173センチ、体重63キロ、チームターゲット渋谷。ヤーマンさんは幼い頃に父親が違法薬物で服役し、蒸発したことにより貧乏な母子家庭で育ちました。裕福だった父方の実家から3000万円の養育費が振り込まれたそうですが、それを預けた母の両親は大金を持ったまま行方をくらませたとのこと。中学生時代はストリートファイトに明け暮れていたらしく、埼玉県富士見市の中学校に入学して2週間もすると一学年上のトップに呼び出されたそうですが、ヤーマンさんは約束の時間になる前に乗り込んでボコボコにしたといいます。ヤーマンさんの腕っぷしの強さは評判となり、年上の生徒からお前調子に乗っているからぶっ飛ばしてやると幾度となく近所の公園や駐車場に呼び出されたとか、相手が金属バットを持っていることや一人で20人を相手にしたこともあったそうです。喧嘩三昧の日々に別れを告げたのは高校2年の時、母親が癌宣告をされて、もし母親が死んでしまったらこの先どうやって生きていけばいいのかわからない途方に暮れたそうです。そんな母親の周りにいた人は建築関係の人が多かったことから、ヤーマンさんも建築の道を目指したのだそう。勉強は得意でなかったようですが、夢を叶えるために猛勉強の末東海大学建築学科に合格。キックボクシングと出会ったのはこの時期だったようです。東京のターゲット渋谷に入会した時、タレントとしても活動する宮城大輝会長は本名の杉山から取って今日からお前はヤーマンだと命名。ヤーマンさん自身キックボクシングは幼なじみの金子あずさ、翼兄弟が幼少の頃から取り組む格闘技だったため、知らなかった競技ではなくみるみる才能を開花させました。9月の OFG マッチ2戦目は1ラウンド43秒右フック一発で北井智弘さんを KO。11月の中村寛さんとの試合は通常のボクシンググローブを着用しての一戦となりましたが、1ラウンドにダウンを奪って判定勝ちを収めたことでヤーマンさんの評価は決定的なものに。対戦相手の実績はいずれもヤーマンさんより上、中村寛さんに至っては前線で元 K-1 王者のタイガさんからも勝利を収めているという期待のハードパンチャーでした。ヤーマンさんは路上で磨いた勝負度胸が役立っていると分析してます。しかしながら一気に台頭した理由は勝負度胸だけではありません。ヤーマンさんは理由の一つとして元 WBA 世界スーパーフェザー級のスーパー王者である内山隆さんをはじめとするトップのプロボクサーたちとの関わりが多くなったことを挙げています。みんな考え方が違う、なのでその人の考え方を聞いて自分に合っていると思ったら大樹会長と相談しながらどんどん取り入れる。最初はどんどん人のいいところを真似していく感じですね。反対に合わないと思ったら捨てていく、そういう考え方になったら自然と自分の形になっていった。今は多分日本人として史上初めて世界4階級制覇を成し遂げたっていう井岡一人さんの影響を一番受けていますね。中村寛さん対策として打ったら動くという練習を徹底して1ヶ月ほど続けてきた。それが勝手に試合で出たんだと思う。これは内山さんが運営するボクシングジム KOD ラボで第44代 OPBF 東洋太平洋ライト級王者の荒川仁人さんにパーソナルで週1回見てもらったおかげです。無意識でそれができるようになるまでやる。自分は荒川さんの考え方に影響されました。余談、ヤーマンさんは20代にして頭の毛がはげてることをたびたび
自身でもネタにしています。なんで1ラウンド KO にこだわるかって、汗かいて頭皮の地肌見える前に終わらしたいからだよ。試合に向けて壁際対策は進んだが、生え際対策がおろそかになっていた。これで生え際は問題ないだろう。定期的に美容クリニックに通っては頭皮ケアを行っているそうです。ヤーマンさんには中学時代から片思いしてる同級生で、南まみという名前のキャバクラ嬢がいるそうです。名前南まみ、生年月日1996年6月20日、星座双子座、血液型 B 型、趣味買い物 C 社、習い事ダンス、バレエ、水泳、空手、ドラム、英会話、塾。中学1年生の頃に公園で出会い、ヤーマン選手が可愛いと一目惚れしたそうです。ヤーマンさんは中1、中2、中3で年2回ずつ告白して、中3の卒業式の次の日にも1回告白しているのですが、全て振られています。その後ヤーマンさんが有名な格闘選手になった後も告白し続けていますが、振られ続けています。その理由は顔が無理。2023年7月にはヤーマンさんの YouTube チャンネルの動画で具志堅用高さんに手伝ってもらって10回目の告白をしているのですが、その時も顔が好きになれたら好きになれるかもしれないと振られていました。中学の同級生に対してかなり一途なヤーマンさんですが、夜遊びにもハマっているそうで、将来の夢はカブキングと語っています。ヤーマンさんがドッキリの対象になった番組の中では、ヤーマンさんの好きなタイプである可愛い系、童顔、たぬき顔、ちょっとメンヘラな女の子をオーダーして慣れた様子で楽しんでいました。ヤーマンさんが強メンタルの秘密とは何なのかと聞かれた際に、俺のメンタルの強さの秘密と書き出し、転機となったエピソードを披露しました。女の子とご飯に行く約束をした。奮発して高級焼肉を予約した。気合を入れて15分前に着いた。時間になっても来る気配がない。一人で二人分のコースを食べた。店員の目が痛かった。この時から俺は何にも動じないメンタルを手に入れた。終章、優秀の美で締めましょう。今回辿ったヤーマンさんの経歴やプライベートに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。